どうも、大悟です、というわけで今回はですね、絶対に愚痴を言ってはいけない相手の見抜き方、これをご紹介したいと思います。まあね、誰でもやっぱり愚痴を言いたくなることってあると思うんですけど、この愚痴を言うときに実は大事なのって愚痴の言い方よりも愚痴を言う相手なんですよ。例えば、すごいね、いい相手だったら、あの科学的にね、正しい相手だったら愚痴を言うことによって、まあ、自分のメンタルが落ち着いたりとか、感情が安定したりとか、そういうことが起きる可能性もあるし、あとはほらお互いにね、心理学的にこう嫌いなものが合う人同士って、まあ、それがお互い理解できるとすごい仲いい友達になったりとか、恋愛関係も長く続くよみたいな研究とか実は出てるんですよ。だから実際は愚痴を言うのって大事なことなんですね。大事なことなんだけれども、愚痴を言う相手を間違えると、例えばその愚痴を拡散されちゃったりとかして自分の立場が悪くなったりとか、弱みとして使われたりとか、そういうことが起きるじゃないですか。じゃあ今回はそんな愚痴を言っちゃいけない相手の見抜き方、これをご紹介しようかなと思います。で、一応これ2パターンあって、1つが信用できない人、これはまあ当たり前なんですけど言っちゃいけなくて、もう1個のパターンが、愚痴を言った相手が一生懸命聞いてくれて悪気がなくても、その聞き方が悪い相手って、かえってそういう聞き方が悪い相手に対して僕らって愚痴を言えば言うほどイライラが溜まるんですよ。皆さんもありません？愚痴を言ってスッキリするかと思ったら、あの人に愚痴言ったらスッキリしたなっていう時もあれば、いや、なんかもうかえってなんかまだイライラするなみたいな、なんかイライラ増したなみたいな思うことってあると思うんですけど、この違いを今日は解説します。はい、やっぱり嫌なことがあった時に愚痴を言って発散するのは大事なんだけれども、これ実は相手によって逆効果になりますよという研究を出してくれたのがアリゾナ州立大学の研究ですね。170人のバスの運転手を集めて行われたちょっと変わった研究で、全員にですね、上司への不満をどういう風にこう人に愚痴を言ってますかと、愚痴ってますかみたいなことをまあ聞いたんですね。で、参加者がその、まあ、バスの運転手さんたちが友人に愚痴をぶつけてね、愚痴をこうオープンにして言った後で気分が良くなったの、それとも悪くなったのかってことを調べたんですね。要するに愚痴を言う相手によって気分が良くなることと悪くなることがあるのかってことを調べた、そんなちょっと面白い研究ですね。で、結果何が分かったかっていうと、面白いことが分かりまして、実は結果的に聞き方、愚痴を言った相手の聞き方によって僕らのそのストレスって上がったり下がったりとかっていう変化が起きてたんですよ。具体的に言うと、例えばそれはひどいねとか、いやそれはもう君の言う通りだよ、うん、いや俺もそう思うよみたいな風にこう結構受け身でずっと一生懸命愚痴を聞いてくれる占い師みたいなタイプの人いるじゃないですか。こういうタイプの人にですね、愚痴をこぼすとどうなったかっていうと、かえって怒りがアップして仕事をサボったりとか、人間関係でトラブルを抱えやすくなっちゃったんですよ。要するに愚痴って浮かみで一生懸命聞いてくれる人っていっぱい、僕らってこうね、話を聞いてくれるから喋りがちなんだけど、受け身で愚痴聞いてくれる人にいくら愚痴をまあ言ってもかえって自分がイライラするようになるだけなんですよ。面白いですよね、これね。逆なんだって話なんですよ。で、一方で、あの研究者がこのですね、上司を追跡調査するってことも行ってまして、要するに愚痴を言われてる側ですね、その愚痴の原因になっちゃった上司を追跡調査したら何が分かったかっていうと、上司の側もやっぱり受け身でですね、愚痴を聞いてくれる人に対して愚痴をこぼしちゃうと、仕事のやっぱり手を抜いているというふうに判断される可能性が高かったんですよ。つまり受け身な人に対して愚痴をこぼしてる人っていうのは自分のイライラも増すし、上司から見ても仕事をサボりがち、あんまりあいつ仕事しねえなって思われる確率が高かったっていう、ちょっと面白い研究なんですね。だからやっぱりこっちの話をただただ受け身で聞いてくれる人に愚痴を言うのって、自分の評価も下がっちゃうし、仕事のパフォーマンスも落ちてしまうし、でイライラも改善しない人、いいことが何もなくなっちゃうんですよ。だからそのただね、受け身で聞いてくれる相手に愚痴をこぼしても仕事の不満とか怒りがブーストするだけで、愚痴のですね、メリットがなくなっちゃいますよっていう、そういう研究がここでは出てるんですね。はい。で、一方で、じゃあ愚痴はダメなのかって言うと、そういうわけでもなくて、愚痴をですね、ちゃんとこう聞いてくれる、正しく聞いてくれる相手によっては仕事の不満とか解消されることもあるので、愚痴全部が悪いわけではないんですよ。例えば愚痴を言うときに、じゃあどういう相手に対して僕らって愚痴を言うのがいいのかっていうと、これも分かってまして、例えば愚痴を僕らが言った時に、いや上司がこういう風にひどくてさって言った時に、そうだよねって受け身で聞くんじゃなくて、でも上司にもさ、やっぱさ、それはひどいね、でも上司にもなんか理由があるのかもねとか、そこまで悪いこと言われてるわけじゃないんじゃないのとか、でも逆にそっからさ、もう学べることなんかないのとか、プラスに変えていかないと損だよねみたいな風にリアプレイザルって言って、こう不満とか、その自分の愚痴の解釈を変えるような質問とかコミュニケーションしてくれる人、その要するにその愚痴を言うことによって、その愚痴の見方を変えるような提案をしてくれる人で、こういう愚痴の聞き方をしてくれる人に愚痴をこぼすと仕事のパフォーマンスも上がるし、そのストレスも減るし、
いいことだらけだったというお話なんですよね。まあ、怒りの対策でよくリアプレイザル大事ですよというふうに僕言いますけれども、まあ、このリアプレイザルの効果があるような愚痴を言う相手を見つけるのがベストですよというお話でした。ぜひ、参考にしてみてください。研究者もね、そういうふうに言ってます、やっぱり。普通って人ってやっぱり黙った話を聞いてくれたりとか、それはひどいね、ひどいねって言ってくれる人に、やっぱり重きを置きがちなんですが、でも実際は、愚痴に対して見方を変えてくれるようなですね、コミュニケーションを取ってくれる人が一番いいですよというふうに言ってますので、ぜひ、参考にしてみてください。で、もう一個の理由として、やっぱりこう、自分のことを裏切る人とか、騙してくる人、絶対こう、頼っちゃいけない敵とかいるじゃないですか。で、こういう敵をじゃあ見分けるにはどうすればいいのっていうふうに思う方いらっしゃると思うんで、その動画は今日の番組の概要欄の方から、今なら D ラボの無料体験で見れるようにしてありますので、よかったらチェックしてみてください。今日の無料体験動画は、味方になる人、敵になる人の見分け方ということで、バージニア大学の研究から皆さんの人間関係の中で信じていい相手、信じてはいけない相手、これを見分けるための方法を解説してます。よかったらこちらもチェックしてみてください。あとは、裏切りに関する研究で有名なデビッド・デストノさんという方の、本ですね。こちらも概要欄の方に入れておきますんで、合わせてチェックしてみてください。それでは続き概要欄またはコメント欄の方から味方になる人、敵になる人の見分け方、動画チェックしてみてください。それでは、続きは概要欄の方からどうぞ。バイバーイ。